違えた取り組み方でね、アマゾン輸出稼げないです。ね、で稼げないのみならず、なんで今時まだね、数出しゃ売れるとか言ってもザイクやってんのかなとか、ね、あるいはトラブルの時の対応方法、連絡来た時の対応方法が、そもそもそれ違う、まずいよというのでね、やってることが多々あります。まあ、そういうのがないように、ね、正しいノウハウを皆さんに、覚えていただいて、Amazon 輸出で稼いで、で、市場を荒らさないために、せめて間違えた方法でね、Amazon に日本人の、印象を悪くしないような、情報をちょっと広げたいなと思いまして、まあ、マニュアルを作り込もうと思ってます。今回そのためのモニターを10名募集します。で、サポートの内容なんですけど、毎週第1週目、ショッピングカート取り寄せアカウントを準備する。そのための、方法、やっちゃいけないこと、まあ、こういうふうに、進めていくというのを、まず1週目に流します。で、それに対する、質問を1週目してください。まあ、他の質問をされてもですね、その間マニュアルを作ったり、他の、個別会員の方のサポートをしたり、あるいは自分のね、出品なんかもしてますんで、まあ、ちょっと対応できないんで、質問はこのテーマに沿った形のみ。で、第2週目は儲かる商品を見つける。3週目は、売れた商品を補充する補充方法。それからね、この辺になってくると、納品ミスとか悪い評価の削除、アカウントの削除対策というのも出てくると思います。第4週目はホリデーシーズン200万以上売るためにすべきこと。で、これらのサポートの中でですね、その内容だと、普通のマニュアルサポートじゃなくて、個別サポートでしか対応できませんというようなことも教えますんで、そうしたらね、サポートを受けるのを個別サポートがいいのか、ね、マニュアルサポートの方でもそのまま、十分なのか、あるいはそもそもね、考えたサポートと全然違うとか役立たないのかというのをね、判断していただければと思います。